どうもユニーです。今回はこちらギャラクシーの Z フリップ6レビューしていきたいと思います。折りたたみのスマートフォンってね、結構気になるというね方も多いかと思うんですけれども、実際に使ってみてどうなのかなっていうところもね気になると思いますので、縦折りスマートフォンちょっと気になるなという方や、今フリップシリーズ使ってるけど買い替えをね検討してますという方もね、ぜひ動画最後までご覧いただいて参考にしていただければと思います。早速ですね、こちら Z フリップ6見ていきたいと思うんですけれども、去年発売した Z フリップ5とどういったところが違うのかというところをね、まずご紹介していきたいと思います。まずはチップセットですね。今回スナップドラゴン8 Gen 3モバイルプラットフォーム4 Galaxy ということで、去年のモデルからね、1世代ですね、こう新しくなったチップセットが搭載されています。そして今回メモリも 8GB から 12GB にアップしたということで、処理性能も良くなっているのかなと思います。あとはバッテリー容量ですね、 3700mAh から今回 4000mAh にアップしています。そしてこちらのメイン画面の今回ピーク輝度がですね、1752とだったのが今回2602とまでアップしています。そしてもう一つですね、メインディスプレイのこの折り目ですね、この折り目がですね、前回の Z フリップ5よりも目立たなくなっているとのことです。去年僕も実際に Z フリップ5ですねレビューしていて触ったりしていたんですけれども、ちょっとやっぱ折り目ね、目立つのかなっていうね印象はあったんですけれども、今回ね折り目結構目立たなくなっています。完全に見えないっていうわけではないんですけれども、光を当ててもね、ちょっとこうボコボコってなってるのはわかるんですけど、普段使いしていて特にね気になるようなこともないですし、実際に折り目の部分ですね、こう指で触ってみても、このねボコボコっていうね感覚が、前回の5の時よりもちょっとねこう浅く良くなってるのかなといった印象です。他にもこちらでカメラですね、メインの広角カメラがですね、前回の Z フリップ5では1200万画素だったんですけれども、今回ですね5000万画素の広角カメラが搭載されているので、画素数がねアップして、よりねこう鮮明な写真が撮れるようになっています。さらに5000万画素ですね、画素数がアップしたことによって光学相当2倍ズームというのが可能になっています。2倍ズームにしてもね、ほとんど劣化することなく綺麗なね2倍ズームが可能ですよという感じです。あとは個人的に一番ね大きく変わったなというところが、やはりねこの外観ですね。今回この外観のデザインが前回のフリップ5と比べて、結構ねブラッシュアップされた印象です。前回のフリップ5はですね、このサイドの部分とかこのね裏の部分とか結構ねツヤありで、指紋が結構目立つような感じだったんですよね。今回はツヤ消しになって、かなりこうサラサラとした触り心地で、指紋もかなり目立ちにくくなっているので、個人的にはねこのツヤ消しの方がいいかなといった感じはします。サイドの部分もですね、前回はちょっとね丸みのあるようなデザインだったんですけれども、今回はかなり角張ったようなデザインになっていて、こっちの方がねスタイリッシュでかっこいいなという印象はあります。続いて Z フリップ6のディスプレイ周りちょっとねご紹介していきたいと思います。まずですね、折りたたんだ時にこの見えるカバーディスプレイですね、こちらですね、実は前回の Z フリップ5から、進化はですね特にないのかなといったところです。ディスプレイサイズも 3.4 インチで、画素数も前回と同じの有機 EL ディスプレイが採用されています。このカバーディスプレイでは通知をね確認したり、あとね様々なウィジェットを配置して、データの確認ですとか、いろんな、機能を使ったりっていうのはできるんですけれども、この、小さい画面で、じゃあその LINE のやり取りをするとか、メールのやり取りをするとか、 YouTube を、ここの画面だけで見るかと言われると、やっぱりね何かこう作業するときは開いてやった方が効率がいいので、多分ほとんどの方は開いてメイン画面を使ってやると思います。なので、このカバーディスプレイは、ちょっとしたデータや通知の確認だったり、やっぱあとはカメラを使うときのプレビュー確認っていうところが大きな使い道になるのかなと思います。そしてこちらのメインディスプレイですね、こちらですね 6.7 インチの 2640×1080 ですね、こちらも有機 EL ディスプレイになっています。このメインディスプレイもですね、解像度サイズは前回と同じになります。唯一変わったのがこのメインディスプレイのピーク輝度ですね、2602ということで非常に明るいディスプレイになっています。
そして縦折りスマホの、ね、特徴なんですけれども、この、ね、メインディスプレイが結構、ね、縦長になるんですよね。これ画面上で見るより実際に手に持ってみると結構縦長なんですよね。実際に使ってみると、まあ、SNS とかあと、ね、ウェブサイトとか縦長のこう情報を、ね、スクロールしながら見るという時には非常に使いやすいのかなというふうに思います。そして最近は、ねまあ、動画ですね、 YouTube とか普通の、ね、こう横長の動画を画面を、ね、こう横にして見たりすることもあると思うんですけれども、画面を横にして横長の動画を見ると左右に結構、ね、広いデッドスペースっていうのができてしまうんですよね。ディスプレイサイズが 6.7 インチと結構大型のディスプレイなんですけれども、まあ、細長いディスプレイなので横向きにして動画を見た時にあんまり、ね、動画が大きく表示されないので、この、ね、スタイルで動画をよく見るよという方にとっては少しデメリットになってしまうかなと思います。続いて AI 機能をですね、少し見ていきたいと思います。今回の Z フリップ6で追加されている AI 機能として、スケッチアシストという機能があります。ここからですね、スケッチアシストをですね起動させまして、ここでね何か書いてくださいということで、まあ、指でね手書きで、適当に何か書きます。はい、ちょっとねドーナツを書いてみました。これではですね、生成というね右下のボタンを押すと、これね AI が勝手にいい感じのイラストにしてくれるんですよね。今のねこの雑な手書きが美味しそうなドーナツになったらねすごいですよね。はい、できました。これですね、結構こうすごくないですか、これもうちゃんとしたドーナツになってますよね。でこれ今ね左下水彩画にしていたんですけれども、ここをね変えると、まあ、いろんなタッチのイラストに変更することができます。はい、3D アニメというね、イラストにしてみたんですけれども、かなりねリアル感のあるイラストに仕上がってますね。これは結構面白いですね。はい、まあ、何かねこう実用的に使えるかというとちょっとねパッとは思いつかないんですけれども、まあ、結構ねいろいろこう遊べる AI 機能なんじゃないのかなと思います。あとは文字起こしだったり要約という機能があります。まずはボイスレコーダーを使って音声を収録します。それでは Galaxy Z Flip 6 のAI 機能をご紹介していきたいと思います。 Galaxy には様々な AI 機能が搭載されていて、先ほどご紹介、はい、で今ねちょっとボイスレコーダーを使って音声を収録したんですけれども、収録した音声をねこう開くと文字起こしというのがね中央に出てきます。これでですね AI が今収録した音声というのを文字起こししてくれるので、まあ、会議の議事録とかをねこう作る時なんかに非常にね役立つ機能になっているかと思います。今ねこう文字起こしした文章なんですけれども、ところどころねちょっとやっぱりねこう怪しいところはあるんですけれども、まあ9割方ですねこう全体的な文章として自動的に文字起こしをしてくれているので、少しね修正してあげればもうこのままね使えるような感じになっています。こういったね音声のデータを文字に起こすっていうのはね非常に時間のかかる手間のかかる作業なので、文字起こし機能というのは使う人にとってはかなりありがたい機能になっているかなと思います。続いて画像処理の AI 機能です。画像処理の AI 機能というのは様々なことができるようになっているんですけれども、例えば角度を変えたりですね、写真ちょっと曲がっちゃったなっていう時に角度を変えて、今ねこの写ってる写真っていうのを全て活用した状態で足りない部分っていうのを AI が勝手に作ってくれるよっていう機能ですね。こんな感じですね、今ね周りのところにねちょっと足りない部分があったかと思うんですけれども、 AI がですね自動的に画像をこう生成して違和感のない感じに仕上げてくれてます。元の画像とこう比較してみても、これだったらね違和感なく普通に、ね、使える画像ですよね。あとは写真に写り込んでしまったいらない部分を消したり移動させたりという機能もあります。こんな感じで写真をですね開いたら、選択したい部分を丸で囲います。そうすると対象物っていうのをこう自動的に選択してくれるので、これをね長押しすると移動させることができたりですね、あともう消すっていうこともできます。これでね AI 生成一度してみます。はい、そうするとですねこんな感じでね真ん中にあったね切り株全くね違和感のない感じでこれなくなってますよね。こうワンタップでいらない部分ね映り込んでしまった人だったりね、ちょっとね風景の中にね車が映り込んでるみたいなことね結構あるんですけど、そういった時にやっぱねこう消して綺麗な画像に仕上げられるっていうのはね非常にありがたい使える機能だと思います。
ます。この辺の機能はね、こうよく使うという方にもね多いかなと思います。その他に Galaxy は翻訳の機能とかも結構充実していて、まあ、普通にねこう文章を翻訳したりですとか、まあ翻訳機能を使ってお互いにねこう会話をしたりですとか、あと通話中のリアルタイム翻訳っていう機能もあったりするので、お仕事でよく海外に行かれるという方にとってもこの Galaxy はね非常におすすめになっています。続いてこちらのカメラ機能をご紹介していきたいと思います。実際にこの Z Flip 6を使って撮った動画と写真を見ていただきながら、軽くねご紹介していきたいなと思います。はい、こちらがですね今通常のインカメラでの撮影になります。インカメラもねギャラクシーはねやっぱ結構綺麗なんですけど、やっぱりねこう日陰とかちょっと薄暗いところに入ってくると少しねノイズ感っていうのもね出てきてしまうかなと思うんですが、このギャラクシー Z フリップ6縦折りスマホはですね、まあ、カバー画面を使ってメインのアウトカメラを使ってね簡単に自撮りができるということで、そちらもね試していきたいと思います。はい、ということでですねこちら今メインの、広角カメラを使ってカバー画面でねこう自分の映ってる映像を確認しながら自撮りをしています。これ本当にねすごく楽なんですよね。普通のスマホではやっぱりこのアウトカメラを使って自撮りするのって結構ね感覚的になってしまうので難しいんですけれども、この Z フリップ6はですねカバー画面ですね、大きなカバー画面があるので簡単にね、しかもちゃんとね自分をこう中央に捉えながらね画角を調整しながら撮影できるというところで、普段自撮りをよくする方にとってはこのカバー画面というのはね非常に便利なものになっています。 Z フリップ6はですねこんな感じでですね撮影をしながらカメラの切り替えっていうのが可能になっています。これがですね今 0.6 倍超広角のカメラに切り替えて撮影をしているところです。こんな感じでね自撮りをしているんですけれども、このカバー画面で画角をね確認しながら撮れるので、本当にねこのスタイルの自撮りっていうのがめちゃくちゃ楽です。しかもねやっぱこの半分に折れるので、このね手のひらに収まるサイズ感で持って撮影できるので、通常のスマホを持って撮影するのとはね本当にねこの手にかかる負担というか持ちやすさっていうのが全然違います。こんな感じでですね、ギャラクシーやっぱりねカメラめちゃめちゃ綺麗ですよね。でそのカメラを使う時にやっぱりねすごく便利なのがこのねカバーディスプレイなんですよね。ここにプレビュー画面が表示されるので、もうこのままね自撮りですねこう見ながら自撮りができるっていうのはやっぱりこのね縦折りスマホですね、折りたたみスマホの大きなメリットになる部分かなと思います。あとはねこの縦折りスマートフォンのメリットとしてはですね、やっぱこのサイズ感ですね。で何がいいかと言いますと、例えばですね僕スマートフォンね普段使ってるものねポケットに入れて、まあ、普段ね持ち歩くんですけれども、Gパンとかのポケットってね結構浅かったりするじゃないですか。でね僕ねこのちょっとね大型のスマートフォン使ってるんですけど、これをポケットに入れて例えばね車に乗ったり自転車に乗ったりとかねこう足を曲げたりするとちょっとねポケットから飛び出して落ちそうになったりするんですけど、このフリップシリーズのこのサイズ感ならね G パンの浅いポケットとかにも、スポッとね収まってくれるので、スマートフォンがねちょっと落ちそうになるなっていう恐怖感がないんですよね。ちゃんとポケットに収まってくれるっていうところで、やっぱり持ち運びとかはね非常にしやすいです。はい、ということでですね、今回こちらですね、ギャラクシーから新しく発売しましたスマートフォンですね、ギャラクシー Z フリップ6縦折りスマートフォンをご紹介させていただきました。いや、縦折りスマートフォンの進化っていうのもですね、やっぱりどんどんこう進化していて、数年前だと、まあ、ちょっとまだ縦折りスマホいいかなっていう感じはあったんですけど、正直ね、去年ぐらいのモデルから、これだったら使いたいなっていうふうに僕自身もね、感じるようになってきて、今回の Z フリップ6
6はデザイン性もめちゃくちゃブラッシュアップされているので、実際に手に取って触ってみたら、これちょっと欲しいなって思ってしまう方もね大勢いると思います。少しでも Z フリップ6気になりましたらですね、概要欄の方にリンク貼っておきますので、ぜひねそちらからね詳しくチェックしてみてください。ということでですね、最後まで動画ご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。